やるわけでございます、うん、じゃあとりあえずやりますか。やりましょうか。じゃあほら触ってみて、せーの、アシェンテ。じゃあまず松岡くんから目隠しをしてくださいって。どれでもいいよ。これさ、これまずくない？まずくないよ、大丈夫。大丈夫？どれからいく？これは？これ行ってみる？これ？うん。これ？うん、あの。これ？いやいや、もっととりあえずどっちでも好きな方で。うわあ、すごく面白い。まるで見えないんですあ、いいよ、そのまま動かさなくて大丈夫。じゃあ松岡くん、はい、みんな似合ってるって言ってくれてるよ。とりあえずじゃあ松岡くんの前に、うん、これね。どれ待って、ここにこのトレーなの。これはこの上に乗ってるやつ。これがトレー？そう、トレーの上に乗ってるの。あー、カレー皿みたいなやつだうん、これの上に。違う、そのトレーはいいんだけど、トレーの上に乗ってるものを。それそれそれ、これそれ、これ。分かった、分かった、わかった。これだけは絶対わかる。お、何？バドミントンの羽。お、当たり。これわかるでしょこれはわかるわ。うん、いやー、よかったよかった、うん、それじゃあこれ交互に行くの。うん、次私かな。じゃあ茅野さん、私どれがいいと思う？うん、多分ね、一番絵面的に面白いのはこれだけど、じゃあこれにしてみようかなあ、でも先にこれつけてほしい気もするな。そっか、最初ちょっとうん、普通のやつからいってみるわ、うん、普通のやつね。あとで松岡くんもやってみて、うん、はい、よいしょ。ほらほら、違和感がないもん。肌の色と同化して、うん、ちょっと違和感あるかもしれない。うそこれ難しいね。あ、でも違和感ない、違和感ない、全然違和感ない。本当に、うん、昔の少女漫画見たくなってる。目がでかすぎるんだよ。おお。そう。なになになに？え、ねえ、なんで松岡君放置するの、私のこと。なんか言ってよ、どこにあるとか言ってくれないと。はい、目の前にね、今あるわけよ。うん、今ね、自分がね、カレー皿みたいなやつ持ってるから。うん。じゃあカレー皿のやつを右手から触れるね。もう。うん。カレー皿持った？うん、で、その上にね、物がある。これだ！うん。じゃあ、どうでしょう、これでしょう。あ、分かったかも。うん。もう答えは出た。あ、だってもう、ほら、このビット感もうこれしかないでしょ。そうだよね、これ絶対分かるよね。リコーダー。あ、これ早くない？これ意外に分かるもんだね、うん、よいしょよいしょ、うん、これは分かるよ。うわ、なんか懐かしいリコーダー。うん、いつもさ、いつもさ、このさ、小指のところがさ、うん、ってなっちゃってさ、そう、難しいんだよね。そう、小指だけうまく抑えられなかったから、うんうん、この小指を使う時だけは息を吹くふりをしてた、うん絶対邪魔になるじゃん。まあまあね。うわー、なんかすごい子供の頃に帰った気持ちになりました。ありがとうございます。はい。はい、お、じゃあ次行く？うん、次行こうか。次これ行っちゃう？じゃあ行こうか。じゃあそれにふさわしい顔芸をしなきゃいけないってことか？そこまで求めてないよ。そうするとマネージャーさんに怒られるから。あ、逆だよ松岡君。ん？松岡君。ちょっと待って。松岡君、逆逆。でもトマリンには怒られたくないしな。本当？トマリンのこと好き？うん、うん、好き。そっか、うん、あ、いいね、松岡君似合うね。よし、じゃあ、あ、ちょっと待って、髪が入った
痛い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 痛ここの、あの、辿っていって。長い長い長い、なんだこれ。そうなの、長いんだ。あ、気をつけて。あんまり。何を気をつけるの、何に気をつけるの。生きてるかも。ここに十字キーがあってここにあるから、うん、ここに ここが分かんないんだ。ここが分かんないここが分かんない。何この穴。あ、でも別にそれあのどこかのとか言わなきゃいけないわけじゃないですよね。いいって別に。え、じゃあでもこれの分かった。うん、うん、あれ機種忘れた。え、機種とかじゃなくていいんじゃない。多分普通にね。いや、あの機種がたくさんあるんだよ。あ、わかった、わかった、思い出した。うん、ゲームキューブのコントローラー。あー、違うって。え、なにこれ。ここがわかんないんだよ、ここ。この穴が開いてる部分。なにこれ。これさ、誰も救済できないんだけど、どうすればいいの。あ、じゃあ外してください、松岡くん。わかるか。ドリームキャストじゃねえか。ドリームキャスト、なんだ書いてある。これだって。わかんないよ。ピントが。こんなの。ドリームキャストなんて買ってないよ。買ってないとか言わないで。でも私も聞いたことあるよ、ドリームキャスト。ねえ、じゃあ私次最初にやってたやつにしようかな、松尾。はい。やべ、これまずいぞ、ほんとに。うまくいかない。かやさん、そのまま左向いて。しかそっち右。なに？あ、ダメだこりゃ。オッケー？うん。何何何？じゃあ先ほども言った通りに、うん、あのね、これね、これね、うん、これあ、これをね、右手からね、これね、さっきの取り皿ね、うん、取り皿、ここから中のものを当てて。ね、松岡君、なんか匂いがする。うん、多分ね、すごい匂いがすると思うんだよね。すごい、生臭い。うん、生臭い匂いがする。多分ね、これね、触んなくてもね、多分匂いだけで分かると思うんだ。あ、触るか。あのね、触ったらね、危ないかもしれない。え、危ないの？うん。あのね、生き物じゃない。生き物じゃない。うん、なんかぬるっとしてる。そう、ぬるっとしてるのね。はっ、
うん、わかった？は、うん、そう。なんか触ったことあるこれ。うん、でしょ？よくね、料理とかにも使うかもしれないのな。うん。わかっちゃった。わかっちゃった？うん。うん。こんにゃく？糸こんにゃくって言えばいいのかな？で、合ってる？合ってた？合ってた。うん。今タイミングいいな。狙ったんじゃないの今の。狙ってないよ。ちょっと緩いんだよね。うわ。あ、松岡君大変。台本がこんにゃくでびしょ濡れ。だからね。ちょっとさっきね、皆さんに見せようと思って傾けた時に中の汁がブワーってなったの。いやー。ね、しばらく糸こんにゃく臭いかもしれない。いやー、もうじゃあはい、松岡これ最後だから頑張って。うん。だってこれ、え、ちょっと待って、これで勝ったら俺どうなの？これで勝ったら同点でしょ？どうなるんでしたっけね。ちょ、まあそれはまあ後からステフに聞くとして、あ、松岡くん、なんかさ、松岡くんどれも似合う。あの、松岡くんそれね、ちょっと可憐な感じにしてくれる？可憐な感じ？うん、だって少女漫画なもん。可憐な感じってどんな感じ？大丈夫、口をそういう風にしなければ平気。じゃあ皆さんね、これを松岡くんに当ててもらうからね。じゃあそれ可憐なの？松岡くん的に可憐じゃない。じゃあちょっと ここね、この上に乗ってるもんね。これの上に乗ってる。これの上に乗ってる。うん、これの上に乗ってる。何これ。何これ。え、これで一つのもの。これさ、ヒント？柔らかい。あのね、私に関係してるよ。関係してる。うん、それはおなごってことか。おな、男は使わない。いや、男も、あ、ちょっとじゃあ待って、ちょっと変えるよ、待ってね。え、さらうの？着るものなの、それは。わ、つけるもの。わ、ちょっとこの上にはもう乗ってないから。松岡部長、これこれ、ほら、今わかんねえよ逆に。ちょっと待って、何を今ヒラヒラさせてんの。ほらほら、ねえ、こんなのあるの、かわいい。だってさ、これ自分が考えてるものにして熱いんだよ、これ生地が。ね、松岡が何を考えてんの。え、これ名前言ってんの。うん、エプロン。エプロン、もう今どういう風にカヨナさん持ってんの。私はね、うん、頭が上かな。頭が上。うん、頭が上ってどういうこと。でね、松岡くんはだいぶ、下を持ってる。そう、下の、あ、ちょっと危ない、そこは危ない。何が危ないの。この、僕に女心を理解しろって言ったら無理な話だと。あのね、スタッフさんからのヒント、中に何か入れます。中に何か入れる？うん、中に何か入れる？みんな助けて。見えてないからね。中に何か入れる？あとね、コード、四角形？正三角形？いや、そういうんじゃない。表と裏があるよ。ちなみに、表と裏がある？ちなみに、うん、コントローラーもあるし、うん、後ろはね、水が滴ってる。なんだそれ、なんだそれ。こっちの水が滴ってて、え、でこっち側はよくGD 選手権とかでプロのレーサーが使うクールスーツみたいなやつ。違う、だって私に関係あるんだよ。だって女性に関係あるんでしょ。あ、でも男の人の方が多分、なんだろう、欲しいと思うよ。女の子も欲しい。うん、これがケツ。そうだね。ケツのなんか体積じゃねえ、横の幅あんまない。あんまない。なんだこれ。なんだこれ。助けてほしい。でもそろそろ答えだって、松岡くん。ああ、もう時間が。とにかく私に関係ある
すごく絆のあるもんだよ。ノーゲーム関係ない？関係あるよ。ノーゲームも関係ある？関係ある。さあ、じゃあ行くよ。もう3、2、1、答えをどうぞ。風呂敷。わかんないよこれ、なんだこれ。じゃあちょっと手離してもらって、うん、じゃあどっちがいいかな。水が下がってんのとコードの方どっちがいい？何の話だよそれ、もうその時点でわかんないよ。じゃあ下立ってみましょう。じゃあ正解を見てください。わかるかわかるせよこんなもん。ちょっと待って、シーツだろこれ。これ枕入れるやつなんですよね。枕カバーだって。枕カバーで、ほらちゃんとさ、水が滴ってるのとこっちコードが絡まってるでしょ。コードが、あー絡まってるね。絡まってるわ。よし、もう勝敗消してんじゃない。でも最後までやるんだって。そっか、じゃあレッツゴー。あ、じゃあこれでカイノさん間違ったらマイナス1ね。お、わかった。じゃあこれ間違ったら私も一緒に罰ゲームを受けよう。そういうこと。よし、とかこ笑ってるでしょ。噛まれる、噛まれない、気をつけて。え、ほんとこれ、どう猛なやつだから。どう猛なやつ。どう猛、もしかしたら喋るかもしれ、あ、これマジで喋るかもしれない。え、あ、でもカヤさんだ、わかるかな。あ、あのね、これがね、あの受け皿の OK で、真ん中にあるから。これだね。うん、持っていいよ。うん、あ、結構重量感がある。そう、重量感がある。あ、これなんかクランってしてる。うん。そこまで触ったらわかんじゃない。え、うん、わかると思うんだけどな。あのね、そこが問題、一番の問題はそこ。これ何か硬いものがある。うん、それね、なんかね、入れてみたらいいと思うよ。え、何を。うん、なんかね、多分ね、硬いものがね、動くんだよ、左か右に。え、硬いものが動く。そう、硬いものが左か右に動くの、これ。え、全然わかんない。うん、え、動くの？あ、じゃあ自分入れてみようか。うん。うわ！何？うわー！何？びっくりしたよ。うわー！何？あ、ちょっと墜落死した。鳴き声はこんな感じ。もうね、大興奮してる。やばい、やばい、もう、今にも襲いかかりそうな感じで。なのに、カレー皿がね、うん。わかった、わかった。うん。サル。あ？サル。あ、ブーって言われた。違うんだ。じゃあ、見てくださいよ、この愛らしい姿を。かわいい。あー、かわいい。カエノさん、いる飼ってるって言うから、わかるかなって思ったの。でもさ、この鳴き声、犬かな。あ、そんなこと言っちゃうとこの会社の人に怒られちゃうかも。いやいや、かわいい、こんな、見て。かわいすぎる。ほら、あの、閉めてって言われてた。かわいい。こんなのあるんだ。あ、待って、ってことは私罰ゲーム一緒に受けるってこと。どうしよう、止まらなくなっちゃった。走ってく、走ってく、走ってくね、ワンコちゃんが。いやー。